お元気ですか？お？もっともっと魂燃やしていけ。何やってんだ。皆さんこんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2023年2月5日日曜日の午後1時49分です。今日は特にお知らせはありませんが、お、昨日は故郷の家族とビデオチャットをしたんですが、父も母も元気そうで安心しました。あ、私ったら個人的なお話をしてしまってすみません。それでは本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。よし。さあ、てことで、あれやんね。え、前回まで確かまだ1月やったんかな。2月に入ったよ、2月に。だんま弱いな。筋肉の調子はどうだの心。こんな風の強い日にわざわざ外でスープ飲まんでもお話ししよう。トレーニングの後に腰に手を当ててプロテインを飲むのがお気に入りなんだ。この一杯のために生きてる気がするぞ。スープの話をしろよ、そこは。プロテインじゃなくて。お、お掃除中。偉いね、広場の掃除して。弱いな、おめえとこんなとこで会うとはなってか。おしゃべりしよう。しかしおめえはいつ見ても楽しそうに島中を走り回ってるよな。転ばねえように気をつけろよってか。おじいちゃんと孫みたいな感じか。ヤッホー、ヒュージだよ、だぞ。話しに来たよ。今日も僕は元気いっぱいだよ。ぐー、お腹の虫さんも元気いっぱいだ、だぞ。早くご飯食べな。家に帰って虫を追い回しよる場合じゃないっていうか、虫おらんくね。雪の結晶か。あら、こんにちは、タフン。お話ししよう。今日はどんなことが起こるのかしら。ワクワクしますね、タフン。なんで外で食べてんだよ、歩きながら。ちっちゃい子もいるんだから、ちゃんと家に帰らないと。お、なにこれ。いらっしゃいませ、ませ、たぬき商店、ようこそ、ようこそ。あ、そっか、羽。え、あれか？カーニバルのやつか？そちらの商品はカーニバルの屋台でございます。こちらは現品限りですので、早い者勝ちですよ。ですよ。え、私これ持ってない気がする。そっか、2月。カーニバルがあるんやね。なるほど。お値段は、え、安3600ベルとなっておりますが、いかがでしょうか。買おう買おう。毎度ありがとうございます。3600ベル、間違いなく頂戴しました。そっか、カーニバルか。え、この色かわいいね、なんか。いい感じ。ね、じゃあとりあえずこれ置いとこっかな、外に。ありがとうございました。え、カーニバル系の家具ってさ、え、この間まで、この間までって言っても、もう数ヶ月前かな。までさ、私がこの辺に置いとった家具がカーニバル系よね。え、違うんかな。なんかあの、でっかい鳥みたいなやつ。多分そうよね。どうしよう、この辺かな。カーニバルの屋台。ダン。派手派手だな。こんな感じで。ちゃんと中なんか置けるんかな。中っていうか、この上か。まあ置けるよね、多分。あっちの、浜辺にある屋台も、確かかき氷機とかいろいろ置けとったはずやけん。あ、これこれ、こういう感じで。なるほどね。よし、メッセージボトルを。お、レシピや。見てくださったあなたへ。部屋のお片付けをしていたら、本の間からちょっと美味しそうなレシピが出てきたんです。世界中にこのレシピを広めたくて、こうしてボトルに詰めてみました。材料さえあれば簡単でしたよ。味は保証します。アクリル。お、フルーツサンド。ふんふん、フルーツサンドのレシピを覚えた。いいね。んで、そうそう、あそこのさ、さっきちょっと通り過ぎてきたとこ、確か埴輪植えとったよね。できとると思うけん、掘り出そう。え、今回なんやろう。ピープー埴輪。ピープー埴輪この中におる？
これとりあえず置いてみると、じゃーん、こんな、あ、かわいい。おらんね。あ、今のところおらんやつやね。なんか前さ、かぶっとるやつおらんかった？あれ？気のせいか？かぶっとるやつ、え、かぶっとるやつ、あ、これか。これとこれがかぶっとんか。でも一応色は違うんよね。え、めっちゃ可愛くない？この子も。すごい可愛いよね。いいな、いいね。やっぱりこの子好きやわ。めっちゃこの泡吹き寄る子。全体的に可愛いんやけど、え、めっちゃ可愛いな。いいね。なんか、ハニは、前までさ、結構、ね、もうちょいなんか変な感じのばっかり、何話しよん。お元気ですか？お？もっともっと、魂燃やしていけ！何やってんだ。何それ。あ、アイナさん。アイダホさんに捕まっちゃって、おかしなことに付き合わされてるのよ。大丈夫か？今、ビアンカに発声トレーニングをしてもらってたところなんだ。あ、まあ、ちょうど、ビアンカ、あれやんね。ダンベル持っとるけん、目つけられたやない。筋トレってことで。元気があれば何でもできるからな。それじゃあ次は。あ、ごめんなさい。私、喉の調子が悪いみたいなの。続きはまた今度にしてもらえるかしら。よーし、わかった。次のトレーニングのメニューを考えておくからな。温めますか？スプーンでよろしかったでしょうか？何、コンビニ？それは、何のトレーニングなの？素敵ね。何をやっているんだか。あら、どうしたの？素敵ね。おしゃべりしよう。私、近頃寝不足気味なのよね。はぁ、あなたは睡眠足りてる？素敵ね。足りてない気がする。あら、あなたもお疲れなのね。ついつい夜更かししちゃうから、今日は早めに寝て明日に備えなきゃ。なんて毎日言ってるけど、実行できた試しがないのよね。はぁ、素敵ね。わかる。なんか朝早くてもね、夜遅くまで起きといてしまうよね。で、日中眠い眠いってなりながら、また夜になったら起きといてしまうよね。寝るのがもったいないというか。で、起きるときに眠すぎて後悔するっていう繰り返し。よし。ゲットゲット。なんか途中ちょこちょこさ、なんか変えよったんやけどね、この辺。え、これもあれか？いや、別に、あれは前からあるやつか。そう、ちょこちょこね、島の中とかも変えていってみたりとかしよったんやけど、最近あんまり変えれてないな。なかなかちょっと変えれてないな。てか、すごいよね。このさ、めちゃくちゃ作り込んで、またなんか一から作ったりとかしよる人おるやん。絶対無理なんやけど。まあ、私一回固定したらさ、永遠にそれなんやけど。もう一回皿にしてさ、作り直しとか絶対無理やわ。もうこれでいいってなってしまう。今できとる部分は。ん、特にサメがおるわけでもなく、この雪の結晶が舞い寄るのっていつまでやったっけ？てか雪の、あれ？なんか今日さ、あれじゃない？あの、何やった？あの雪の玉なくない？雪だるまの季節ってもう終わったっけ？え、もう終わったんかな？なんかだいぶ短くなかった？この雪のオーナメントか？これでさ、作れるものって、なんかあったっけ？おっと？あれよね、ドアプレートのやつは作ったんよね、確か。ここか。季節のレシピ。でもこれはもう全部作っとんかな？え、てか、こんだけ？レシピ自体少なくない？絶対まださ、あ、雪玉あるやん、あそこに。え、あれ、お、ふんころがしじゃねあれ。転がりよったよね、今。確実に。え、落とさないで。よ。え、ここから立て直すの無理な気がする。転がすものが違う。あ、あそこにも雪玉あったな。これ絶対元に戻せんと思うよな、私。あ、戻せた！やった！天才やん。
自分で言うやつ。あっちのね、リンゴの木の左側にもね、今雪玉があったの見たよ。お、じゃあ一回しまっとこう。私今期さ、雪だるま作るもの一回も成功してないと思うよね。悲しいわ。一応成功させたいんやけど、マジで一回も成功してない。これぐらいかな、小さい。あ、あれか、さっきのやつ、ふん転がしがさ、転がしてくれとったけん。もうなんか、この、蹴る部分は終わっとったんか。え、これめっちゃ危険なんやけど。お、いける。あー、割ってしまった。ね、なんてことだ、割ってしまった。これ中入って出直してきたら戻っとるんやっけ。その同じ場所ではないかもしれんけど。いらっしゃい、手作りファッションの店エイブルシスターズへようこそ。お、ハンナちゃん買い物に来とるやん。どうも。これを作ったのどこかの島の誰からしいじゃないか。いやー、センスあるね。だってね、どこかの島の誰か、まあ、そうなんだろうね。帽子かわいいね、めっちゃかわいい。ああいう感じの柄好きなんやけど、そもそも帽子かぶらんねえけどね、私。大きに、またどうぞ。んで、これはまた一から、もう一個の雪玉を探さんといかん感じか。で、その割れてない方はずっとその場所にあるんやけど、いや、こんな遠くとかやったら絶対無理ないけど持っていくの。確実に割るんやけど。お、シャンティー。あら、エラさん。会いに来てくれてありがとうだってば。何？何の観察してたの？お話ししよう。アイノさんがいつも気軽に話しかけてくれるから、それだけで今日もいい日だなって思えるの、だってば。それはよかった。なんかすごいお堅い格好しとるね。お堅い格好して何かをじっと観察してるみたいだけど。雪玉、雪玉。この真ん中のね、メイン部分に雪玉があってくれれば、いけるんやけど、え、ないかもしれん。うん、これはないような気がするな。え、やっぱり割れたらもうなくなるんやったっけ。そういう、あ、あった。え、こんな近くにあるやん。めっちゃ近くなった、イエーイ。ちょ、次割らんようにしよう。雪だるまっていつまでできるんかな。これぐらいか。どうや。はあ、あ、微妙な気がするぞ。お、どう？きたきたきた、きた、出す。この色、このツヤ、このサイズ、まさに文句なしのパーフェクトをやった。君は本当に偉い。もう一回言う、出す。君は本当に偉い。三回目の正直ってことよね。え、多分これ三回目やろ、私作ったの。違うかな。ほら、嬉しくて目のあたりの雪が溶けてきた、出すよ。やめてよ、せっかく綺麗に作ったのに。いつもはクールなオラも、今は君への熱い感謝の気持ちが溢れ出ている、出す。これにとっておきのアイテムの作り方を教えるずら。三段雪だるまの DIY レシピ、出す。あとでスマホを見ておくずら。あと、これもあげるずら。そのアイテムを作るのに必要な雪の大結晶、出す。持ち物に入れておいて、出す。これを使って、オラ直伝のアイテムを作ってくれ、出す。こんなにかっこよく作ってくれるなんて、オラは感激した、出す。そっか、レシピここからもらうんやっけ。もうそんなことすらも忘れとったわ。雪の大結晶。雪の大結晶って普通に降っても来る？え、こんなかな。そこら辺飛んでるの普通のやつしかなくない？何か作る。これやな。三段雪だるま。雪の大結晶1の雪の結晶6。あと5や。じゃあ三段雪だるま作ろう。あったわ。押してきたー。よし、これで三段雪だるま作るわ。ふう。え、雪系のレシピってあと何個ぐらいある？まだこれ4つ目ぐらいやろ？めちゃくちゃ少ないやん。絶対もっとあるよね。積極的に雪だるま作っていこう。いや、もうなくなるかもしれんけど。はい、作ります。三段雪だるま。よし、じゃーん、三段雪だるまができた。で、ここに置いとくね。よし、
ボン。あ、いい感じ、いい感じ。あ、めっちゃいいやん。よし。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。三段雪だ。この作ったやつは溶けてなくなったりせんよね。さすがにそれはないか。